はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日は皆様にご報告があって、このカメラをつけました。このカメラで撮影してます。で、ご報告っていうのは、まあそんなにこう大したことじゃないんですけど、DM とか、まあ、いろんなメッセージとかでお手紙を送りたいですとか、お手紙とかプレゼントとか送れる住所はありますかみたいな感じでお問い合わせがあったことがあったの で、それをUUMの事務所に確認したら、UUMの方で受け取っていただけるってことだったので、ファンレターなどが送れる住所を今回ここでご報告させていただきたいなと思って動画にしてみました。まあなんだろうな、やっぱり YouTube をやっててすごい良かったなって思う瞬間っていうのは、やっぱり皆様のコメントだったりとかメッセージだったりとかっていうのをこう直に受け取った時なんですけど、やっぱりこう YouTube って、私は今カメラに向かって話してるけど、で皆さんに伝えようとして、もちろんいつもねこう作ってるんだけど、でもやっぱり皆さんからのフィードバックがあるとすごくモチベーションにもなるし、いつも嬉しいな、楽しいなって思わせてもらってます。なのでそういうのをこう直にこうお手紙とかでもらえたらめちゃめちゃ嬉しいなと思って、もちろん無理はせずにね。ただそういうのがもしもらえるのであれば、すごいこう海外に住んでる私としては力になるなと思いました。なので、もしよかったら何か送りたいなとかっていう方いらっしゃいましたら、ここの住所まで送っていただけたら嬉しいです。概要欄にも書いておくので、ぜひすんちゃんもラブレター待ってるそうなので、私だけじゃなく、すんちゃんファンの方もぜひ送っていただけたらなと思います。はい、それではこれからも皆さんに楽しんでいただけるような動画コンテンツを作っていけるように頑張ります。それでは日々の感謝とご報告でした。いつもありがとうございます。さらによ。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。 Instagram と Twitter のフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。